田中、北朝鮮戦のゴールパフォーマンスが大バズり、サッカーワールドカップアジア二次予選で日本代表が1対0で北朝鮮代表に勝利した。田中碧の決勝ゴールと直後のパフォーマンスに注目が集まった。試合開始わずか1分20秒でのゴール、右足ダイレクトで右サイドネットへ、豪快かつ狙いすましたシュートを突き刺した。過去の対戦成績8勝7敗4分けの相手から奪った価値ある先制点ゴールを決めた田中は、笑顔でタッチライン際まで走ると両手を左右に大きく広げる、おなじみのベリンガムポーズで喜んだ。この田中の先制ゴールが決まると、その頼もしい姿に対してワオンガムの決定力高すぎ、代表に田中碧はやっぱり必要、田中碧がベリンガムみたいなゴールパフォーマンスでワオンガム言われてるのほんと好き。 SNS 上で次々とコメントが寄せられた。田中は自身のプレースタイルと相まって日本版ベリンガムとも称され、ニックネームでもあるワオと合わせてワオンガムとの呼び名がさらに広まった。田中碧のゴールパフォーマンスは今後どのチームで見ることができるだろうか。コメント欄で聞かせてくれ。